本日はゲストにサグサグさんに来ていただきました。よ簡単にちょっと経歴を紹介すると、開成高校に合格して、その後学内で首席の成績を取り、数学オリンピックでもメダルを取って、東大理3、割と結構余裕な点数で合格したような方ですね。で、大学ではプリンストン大学にも留学したりと、相当経歴だけでもすごい方なんですが、しかもトリリンガルね。そうですね。どういう風に育ってきたのかとか、どういう教育を受けてきたのかっていうのを気になる親御さんとかも結構いらっしゃると思うんで、今回はそういうところにも聞いていきたいと思います。幼少期から育ち方とか気になるお父さんお母さん多いと思います。なんかどういうところ入れたらこういう英才教育ができるのかみたいな、そもそも英才教育受けてたのかどうなのかっていうところから聞きたいかなと思いますね。小学校低学年の時は公文に行ってて、一時期花丸学習会というところにも行ってて、で小学校高学年からはサピックスというところに入って開成に入ったって感じですね。花丸学習会とか公文みたいなところやったけど、なんか特別英語の先取りをしてたとか、数学の特殊な教育を受けてたとか、そういうわけではないってことですよね。英語に関しては全く何もなくて、数学に関しては結構お父さんが数学のできるタイプだったんで、小学校の時とか、サピックスいて小5小6ぐらいの時はちょっと勉強したかなとも思うんですけど、小4ぐらいまではどんな感じで、割と伸び伸びとなってきたのか、多少詰め込まれるとかあったのか。僕の記憶ではそのあんま詰め込みとかはなくて、小学校とかもちょっと朝が起きられなくてあんま行ってなかったみたいな感じだったんで、あんま詰め込みとかはなかった気がします。で、中学受験は、いわゆる開成に受かる人並みの勉強したかなって感じですか。それも逆にあんまり勉強しなかったんですか。数学だけはできたんですけど、基本的にはサピックス入って開成に受かる人の真ん中くらいだったのかなって感じですね。結構意外ですね。結構トップの方じゃなかったって感じですね。そんな余裕ではなかった気がしますね。筑駒にはその埼玉に住んでたので受けられなかったんですけど、筑駒も A 判定とかじゃなかったんで、割と開成の中では普通くらいで入ったんじゃないですかね。そういう意味では、多分きっとお父さんお母さんではなんか特別な塾とかあったんじゃないかなとか思う人とかも多いと思うんですけど、そういうわけじゃなくて、割と伸び伸び、逆にこうゲーム三昧とかそんな感じですか。そうですね、深夜までゲームをやるという癖が抜けなくて、小学校に行けてなかったんですよ。ちなみにどんなゲームされてました。当時流行り始めてた MMORPG というやつで、チョコットランドっていうゲームをよくやってましたね。特別に将棋とか囲碁とかやってたわけでもなく、実はね、将棋はやってました。本当ですか。将棋はね、小学4年生からちょっとやってたくらいで、真剣にやり始めたのは開成に入って将棋部に入ってからですね。頭いい人って将棋強いのかな。なんかその傾向若干ある気しますよね。そんなにこう詰め込みっていうか、少なくとも中学入るまではもう伸び伸びと育ってきたかな。他の人と比べると割と勉強させる気は親にあったとは思うんですけど、サピックスに行ってる人の平均くらいだと思いますね。幼稚園小学校の時に今振り返ったら、これは結構自分の才能を育てるのに役立ったんじゃないかなみたいなこととかあります。家に本があったことですかね。家に本があったっていうのは結構大きいと思います。父が結構本を読む人だったんで、自分も多少活字に触れる機会があったっていうのと、その当時に流行ってた漫画とラノベを結構読みましたね。小学校の時にとある魔術のインデックスみたいな本も全部読んでたりするし、あとは漫画もドラゴンボール悠々白書みたいな有名どころは多分全部読んでたくらいだったんで、そういうところが小学生レベルですから、なんか知的な能力を育てるのに役立ったという可能性はありますね。なんで漫画は一応おすすめです。中学入ってからは開成っていうのも意外と自由っすよね。結構学校とかも2時半ぐらいに終わりますよね。中学校の時とかなんかしてたんですか。中学校の頃は全然勉強できなくて、授業は寝てて、授業が終わったら将棋部に行って将棋を指してみたいな、そういうくらいですね。将棋三昧。中学入って塾とかは。中1の時SAG の数学だけ行ってたんで、何もやってなかったわけではないかなって感じですね。SAG はずっと行ってたんですか。いつまで行かれました。SAG はその中3まで行ってて、その後1年間お休みして、高2、高3は行ったんです。6分の5 SAG ですね。なるほど。結構 SAG は宿題とかあんま出る塾じゃないかなと思うんですけど、結構熱心にやってました。僕は割と問題生だっていうような気はするんですが一応楽しくやってました、授業は普通の授業、なんかエクストリームとかではなく、数学エクストリームに中1の頃行ってました。ハイレベルなものではもう触れてたんですね、その時に。そうですかね、それは楽しいなっていう感じ で、であとなんか特別なことやってました。別に読書とかそういうのも幅広く含めて。中学校の頃は普通に勉強できなかったというか、開成の中では下4分の1に入るくらいだったんで、SAG に一応入って数学はなぜかできたということ以外はすごい普通の人だったような気がします。数学楽しいなみたいな感じで。数学は開成の中での成績は上の方だったんですか。中
学校の頃からそうです。はい、改正って中間とか期末とかぶっちゃけどうなんですか。なんか改正生でテスト勉強するって話あんま聞いたことないんですよね。僕は何もやってませんでした。はい、やってる人たまにいますね。なんか、はい、8割方はもう前日しかやらないみたいな感じですよね。それが普通だと思います。多分世の中の普通じゃないから、はい、世の中的には2週間前ぐらいからやるっていうのが普通だったりする。改正自体がそもそも普通じゃないですよね。なんか不思議ですよね。かといって中高の時とか塾通ってる改正生そこまで多くないですよね。周りどれぐらい塾通ってました。半分ぐらい、はい、結構多いですか。はい、でもどんどん増えてってるのかな。はい、でまあ、中学はもうそれぐらい、はい、別に他の習い事とかもしてるわけじゃなく、はい、数学以外は別に普通だった。はい、あとは将棋やってて本とかも読んでたんですか。本は漫画も結構読んでたかな。中学校の終わりくらいから結構硬い本も読むようになりました。硬、はい、い本とは例えば論語とかですね。おそれだいぶ硬いです想像もよく聞きましたね内田達るかなとか思ったらなんか論語だった論語は中3とかで読んだんですか。そうです。はい、大人の中3ですね論語を取ったきっかけって何なんですか。国語便覧っていうのがあって、そこのどっかのページにおすすめの本まとめみたいなのがあって、そこで論語とかあの岩井勝人みたいな名前の人の、僕のゼミの先生なんです。東大の。そう本当ですか。そうなんですか。ベニスの商人の基本みたいな、そういう人文系で有名な本まとめみたいなのがあって、それをちょこちょこ読んでこうみたいなのがあって、それで読みましたね論語。何かと接点が中3でそこに手が伸びるってすごいですよね。高校かな、そういうのに伸びたのは。今回お父さんお母さんターゲットなんで、どうしたらそう子供がそういう本に手を伸ばしてくれるのかなって多分思うお父さんお母さんも多いと思うんですよ。だって読みなさいって絶対読まないじゃないですか。今思い返すと的なことあります。僕の場合数学ができて、一時期数学者とかになりたいみたいなのがあって、ちょっといい大学に行くためにいろいろ勉強するかみたいなことで論語を読んだみたいなところだったんですよね。ほっとくのがいいんじゃないですかね。そうですよね、ほっとくのが一番いいですよね。はい、まあ、ほっといても本読まないんですよとか言いたくなるとお父さんお母さんとか多いと思うんですけど、でもそこを読みなさいって言ったらきっと逆効果ですよね。そうですね。はい、だから僕のイメージですけど、なんか大学の教授の子供とかだったりとかすると自然と本に手が伸びやすい人とか多いかなとか、親が勉強するとが好きとか本を読むのが好きっていう子供は割とそうなる傾向にありそうですね。ますよね。まあ、真似しますしね、特にちっちゃい時とかだと。あとまあそれが普通かなとかいい意味で勘違いできるんで。ちょっと話変わるけど、はい、アドバイス的なこと言っていいですか。あ、どうぞぜひぜひ。僕のおすすめなんですけど、子供にスマホを買う前に MacBook を買うと子供が多少勉強するようになると思うんですよ。その理由は何かっていうと、大学生とかが持つ IT デバイスって大体パソコンとスマホじゃないですか。うん、スマホって、まあ、iPhone と Android があって、パソコンって MacBook と Windows パソコンがあると思うんですけど、この4つの中で MacBook だけゲームができないんですよ。なるほど。マジで子供に携帯つまりスマートフォンを与えたら絶対ゲームやるって決まってんですよ僕はねそのiPhone 黎明期に中学生だったんで、もうあらゆる時間はゲームに費やされたんですけど、ゲームをやろうってなった時にソーシャルゲームみたいなのはスマホで、そのアクションゲームみたいなのは Windows パソコンって決まってるんですけど、 MacBook だけあのゲームに全く役立たないんですよ。なんで MacBook を早く買うっていうのがクリエイティブな方向に向かわせるとか、あの勉強の方向に向かわせるって意味ですごいいいんじゃないかなってあの常々思ってるんで、一応おすすめです。はい、LINE も MacBook でやるみたいな。あ、そうですね。はい、LINE 実はその固定電話でできるんですよ。え、あのそうなんですよ。つまり子供が LINE やりたいってなった時に、固定電話の番号を登録して LINE をやると、固定電話に本人確認で音声メッセージが来て、それで LINE 登録できるんで、家の固定電話が多分残ってると思うんで、家の固定電話で LINE を登録させて、あらゆることを全部パソコンでやらせるっていうことに感じにすると、子供が物理的にゲームをできなくなるんじゃないかと思うんで、それがおすすめです。それはおすすめですね何でも詳しい。まあでも頭の人ってそうなんですよね。詳しいですよね。頭の回転だけなんて知識も豊富なんですよね。そこは本当見習いたいなと思いますね。締めとしては伸び伸びと育ってもらいながら、ある程度放置というか自由にさせるってことですよね。環境揃えてあげるってことですよね。本がたくさんあるとか MacBook でゲームがあんまできないとか、ぜひ参考にしてみてください。ドン。